島の国は桜島の近く日向山というところの地頭に徳田多兵衛という人がおりました。頭の働きがとてもよく、吉ととんちに長けていて、時には殿様をもやり込めたりするもので、周りの人々から日向山どん日向山どんと大層慕われておりました。例えば先日もこんなことがありました。いつも日向山どんにやり込められている殿様は、ある日明暗を思いついて、早速日向山どんをお城に呼びつけました。これ日向山、お主の住んでおる日向山は茶の名所と聞いておるが、しかとさようか。ああ、仰せの通りでございます。では今よりすぐ日向山に立ち帰り、茶の実を持ってまいれ。庭に植えることにする。総統様に言われて、さすがの日向山どんも困ってしまいました。どこをどう探しても茶の実などあるはずのない季節だったのです。どうじゃ日向山、しかと申しつけたぞ。ははあ。日向山どんの困った顔を見て殿様は得意げでした。あくる日、日向山どんは城に戻ってきて殿様の前に出ました。それが茶の実だと、ただのばあさんではないか。はい、日向山一番の茶の実、よく茶を飲むばあさんでございます。日向山どんは平気な顔していました。じゃあが、その茶の実は生えはせんじゃろうが。生えるどころじゃございません。はようせんか、茶の実は生えはせんじゃろうが。なんじゃ、はい、ご覧の通り、日向山一番の茶飲み、よく茶を飲むばあさんが座敷を這いました。いつもそんな調子でしたから、殿様の方でも何か機会があれば、なんとか日向山どんを困らせてやろうと考えておりました。ある冬のことです。久しぶりにたくさんのカモが取れました。そこで殿様はある名案を思いつきました。次の日、あっちこっちの地頭たちが殿様からカモ料理の招待を受けました。もちろん日向山どんも招かれておりました。日向山どんもカモ料理には目がなかったのです。カモの焼き物、カモの煮物、カモの吸い物とカモ料理が出てきました。いい香り。冬はカモが一番ですな。今年のカモは一段と油が乗っているようで。一同はカモの味に舌鼓を打ちながら、次々に料理を平らげていきました。殿様も上機嫌で楽しそうに笑っておりました。ところが隅の席に座った日向山どんだけは
もううんざりした顔をしておりました。それというのも日向山丼に出された料理は大根の焼き物、大根の煮付け、大根の吸い物といった塩梅。さては殿様の仕業と見て取ると、案の定殿様は日向山丼をちらっと見て面白そうに笑っておりました。仕方なしに日向山丼は大根料理をうんざりするほど食べて城を後にしました。それから四五日経った日のことでした。その日は前の晩から霧なく桜島の灰が降りしきっておりました。何、ただいま日向山に数知れぬほどのカモが来ております。寮にお出かけになりませんか、日向山。ふん、よかろう。日向山丼に負けず劣らずカモが好物で、その上寮が大好きな殿様は早速家来を連れて出かけました。その間にもズン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 降る灰は殿様の傘や肩に積もり、うっすらと灰色に染めてしまうのでした。ん？お待ち申しておりました。何しろ数知れぬほどのカモでございます。そうか、こっちこっち。ほら殿様、カモがいっぱい。どこにおる。どこにもおらんではないか。ほらあっちの方に見えませんか。見当たらないのでした。灰の降りしきる中をあっちこっちと走り回され、灰にむせるわ、顔は真っ黒けになるわ、その上息が切れるやらで殿様もとうとうしびれを切らしてしまいました。それ日向山、どこをどう回っても一羽のカモも見当たらんではないか。これは不思議、あの灰の中に数知れぬカモが頭を出しておるではありませんか。何を申すか、あれは大根ではないか。はあ、この辺でも大根と言いますが、この前殿様からいただいたカモのごちそうは皆大根でできておりましたので、あれをカモというのかと思ってご案内申し上げたのでございます。何しろこの辺りは灰がよく降りますので、カモの暮らしもなかなか大変でございます。殿様は日向山丼のとんちにすっかりやり込められてしまいました。わかったわかった、大層疲れてしまう。カモの吸い物でも食って休もうと思う。商売いたせ。
そう言って日向山丼を城に連れ帰り、鴨のごちそうをうんと振る舞ったそうです。そして肺に苦しめられている村人の暮らしを日向山丼から直に聞かされ、それからは村人たちの暮らしをよく見て回るようになったということです。